ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、今日はキャベツを買ってきたんだぜ。わーい、キャベツ、今日はとんかつかしら？いや、豚の生姜焼き。クリームシチューだぜ霊夢。クリームシチューいいかもね。て魔理沙、このキャベツ小さいわよ。何これ？これは芽キャベツと言うんだ。実は通常のキャベツよりも栄養価が高いんだぜ。え、それはすごいわ。あと小さくて可愛いわね。まるで私みたい。うふうふ、うふ、うふのふう。さっさと解説に行くんだぜ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は芽キャベツの栄養について解説するぜ。小さいキャベツで可愛いわ。芽キャベツはキャベツの仲間で、通常のキャベツとは違い葉の付け根、茎に小さいキャベツができるんだ。別名、子持ちキャベツとも呼ばれているんだぜ。大きさは一口サイズで重さは約 20g ほどなんだ。そのままパクパク食べれそうな大きさね。ダメだぜ霊夢、芽キャベツは葉がぎっしり詰まっていて硬く、アクが強いので下茹でなどの処理が必要なんだ。下茹でする際は根元を十字に切り込むと、アクが抜けやすくなるんだぜ。そうだったのね。どういう料理にしたら美味しいのかしら？やっぱりクリームシチューね。そうだな、クリームシチュー以外にはスープ、ソテー、パスタ、天ぷらなんかも美味しいんだぜ。味は通常のキャベツよりも甘みがあって美味しいんだ。天ぷらなんかもあるのね。パクパクサクサク、手が止まらなさそう。芽キャベツに近い仲間には、ケールと芽キャベツを掛け合わせたプチベールという野菜があるんだ。プチベールは葉が重ならないのが特徴で、上品な甘みとコクがあり、癖がないんだ。水洗いした後、1から2分茹でて、マヨネーズなどのドレッシングで和えれば美味しく食べることができるぜ。もちろんその他の調理法でも美味しく食べることもできるぜ霊夢。葉が広がってるから料理が華やかになりそうだわ。他には色が紫色のレッドブル芽キャベツなんかもあるんだぜ。この芽キャベツはアントシアニンという色素成分によってこうした色をしているんだぜ。料理が色鮮やかになって美味しそうに見えるわね。芽キャベツはベルギー原産の野菜で、日本では静岡県が全国の約9割を生産しているんだ。芽キャベツは高温多湿が苦手なので、11から2月の間に収穫されるんだ。芽キャベツは寒い時期が旬なのね。でもスーパーでなかなか見ないよね。そうだな、芽キャベツはメジャーな野菜じゃないから、見ることは少ないな。しかし外国産の冷凍芽キャベツなら見つけやすいかもしれないぜ。業務スーパーではベルギー産の芽キャベツが 500g も入っていて税込み159円で販売しているんだ。もしお店で見つからなかったら、ネットショッピングで買うこともできるわね。次は芽キャベツの栄養について解説するぜ。はい、魔理沙先生。芽キャベツ 100g あたりのカロリーは50キロカロリーで、タンパク質は 5.7 グラム、脂質は 0.1 グラム、炭水化物は 9.9 グラム、食物繊維は 5.5 グラムなんだ。野菜の割にはタンパク質が多いわね。それと食物繊維も多いわ。そうだな、野菜の中でタンパク質の多いブロッコリーは、100g あたり 4.3 グラムだからブロッコリーよりも 1.4 グラムも多いな。芽キャベツは通常のキャベツよりも甘いので糖質が多いんだが、食物繊維も多いんだぜ。キャベツの食物繊維は 100g あたりで 1.8 グラムだから、3.7 グラムも芽キャベツの方が食物繊維は多いわね。そうだな、特に水に溶けにくい不溶性食物繊維が多く、この食物繊維は繊維質であるため、よく噛まないと飲み込みにくいんだ。そういったわけで、噛む回数が増え、満腹中枢が刺激されて食べ過ぎ予防になるんだ。また腸内で水分を含んで大きくなることで、腸を刺激し腸の前動運動を活発にさせるんだ。その結果、便がスムーズに腸を移動でき便秘改善につながるんだぜ。それで芽キャベツのビタミンとミネラルはどうなのかしら？芽キャベツに多いビタミンに関しては、出血した際血液を固めるビタミン K、糖質からエネルギーを作り出すビタミン B1、脂質からエネルギーを作り出すビタミン B2、アミノ酸の代謝に関わるビタミン B6、細胞分裂に関わる葉酸、高ストレスホルモンの合成に関わるパントテン酸、体内でコラーゲンを作り出すビタミン C が多く含まれているんだ。ビタミンは豊富に含まれているのね。特にビタミン C の含有量は 100g あたり 160mg も含まれていて、キャベツの 3.9 倍の量なんだ。さらにビタミン C が多いと有名なブロッコリーが 140mg 含まれているので、芽キャベツはビタミン C がすごく多いんだぜ。あのブロッコリーよりも多いのね。ビタミン C は綺麗なお肌を作るのに必要だから、芽キャベツでピチピチ芽キャベツまんじゅうになるわよ。
ちなみにビタミン C は水溶性のビタミンなので、芽キャベツを下茹でするとビタミン C が 110mg に減るんだ。少なくなるのは残念だけど、それでも量が多いわね。1日に必要な摂取量が 100mg だから十分ね。しかしミネラルに関しては、余分なナトリウムを排出して血圧を下げるカリウムが多く含まれていて、それ以外のミネラルはあまり多くは含まれていないんだ。そうだったのね。クリームシチューやスープにしてお肉と一緒に食べたいわね。あ、そうだわ。キャベツには体にいい成分があるってキャベツの解説で聞いたわ。もしかして芽キャベツにもそれらの成分の効果で健康になれるのかしら？そうだな、芽キャベツはキャベツの一種なので、キャベツに含まれているビタミン U、ジアスターゼ、イソチオシアネートという体にいい成分が含まれているんだ。ビタミン U は胃の傷ついた粘膜の上皮細胞の修復をしてくれ、胃潰瘍などの胃の病気を予防してくれるんだ。ジアスターゼはデンプンの分解酵素の総称で、ご飯やパンの消化を促進してくれるんだ。イソチオシアネートには発がん抑制作用や抗酸化作用があるんだ。体にいい成分ね、ぐつぐつ煮込んだシチューで全部摂取するわよ。実は芽キャベツのこれらの成分は摂取しにくいんだ。え、どうしてよ、ぐつぐつ。実はこれらの成分は熱に弱い成分であるため、加熱調理をすると減ってしまうんだ。ぐつぐつできないのなら生で食べればいいじゃない。あ、マリサの解説で芽キャベツはアクがあって硬いって言ってたわよね。生で食べれないからこれらの成分を摂取できる量は少ないわね。しかしペルオキシダーゼが十分に摂取できるんだ霊夢。ペルオキシダーゼには発がん性物質によって生まれる活性酸素を減少させる効果があるんだ。そういったわけでベーコンやソーセージなどの加工肉との相性がいい成分なんだぜ。さらに唾液の中にもペルオキシダーゼも含まれているので、よく噛むことで発がん性物質による害を減らすことができるんだ。芽キャベツは繊維質だからよく噛んでペルオキシダーゼがいっぱい分泌されるわね。マリサ、今日はベーコンソーセージが入ったクリームシチューよ。霊夢は噛まずにごくごく飲みそうだから注意しないとな。またルテンという成分も含まれているんだ。ルテンは黄色の色素成分で、強力な抗酸化作用があるんだぜ。特に目の中で抗酸化作用が働くので、目の疲れや老化、病気の予防をしてくれるんだ。現代人はスマホなどで目を酷使してるから必要な成分ね。次は芽キャベツの選び方、保存方法について解説するぜ。芽キャベツは緑色が濃く、硬く、しっかり巻いているものを選ぶといいんだ。冷蔵庫に保存するときは、洗わずにビニール袋に入れて保存すると、1週間は持つんだ。冷凍庫で保存する場合は、さっと茹でて小分けにして保存すればおひたしや和え物などに使えて便利だぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうなんだぜ。もし動画が面白かった方はぜひチャンネル登録してね。新しい動画が投稿されると動画が見つけやすくなるわよ。ベル通知を設定すると通知が来て便利なんだぜ。高評価ボタンを押すとチャンネル主が喜ぶわよ。それじゃあクリームシチューを作るわよマリサ。こんばんはクリームシチューなんだぜ。もちろんベーコンとソーセージと芽キャベツを入れるわよ。さあできたわ。食べるわよマリサ。いただきますなんだぜ。兄、霊夢ちん今日は美味しそうなクリームシチュー食べてる兄な。あら兄、兄も食べましょ。クリームシチューのプールで泳ぎたいけど兄のゲノム編集で生まれた芽キャベツを見てほしいんだ兄。まさか、兄。ゆっくり芽キャベツ霊夢です。いやん、かわいい芽キャベツだわ。芽キャベツ霊夢ちんだ兄、栄養豊富でビタミンチンが多いんだ兄。ビタミンチンってどんなビタミンなんだぜ。ビタミンチンとは、チンにふさわしい。高貴なるビタミンなりいろんなものを食べて栄養を蓄えるわよ。もぐもぐ、もぐもぐ。痛いなり噛まないでなりいやー、私はこんなに食い意地が張ってないわよ。これよりも張ってるんだぜ。いっぱい食べて栄養を蓄えてほしいんだ兄。美味しそうな寄生虫だわ。もぐもぐ、もぐもぐ。兄、助けて兄。あいたたたたたたた、お腹が痛ーい。じゃあ、危ないんだぜ。痛ーい、ぶつかってこないでー。